皆さん、こんにちは。ドクター P です。本日もスタジオからお届けしています。早速ですが、今回のテーマはこちらです。はい、手の震えについてです。人前で話すときに緊張して声が震えたり、文字を書くときでも間違えられないというプレッシャーがかかったときに手が震えた経験は誰にでもあるのではないでしょうか。こうした震えは生理的なものですが、特に緊張していないのにコップを持つ手が震えたり、字を書くときに震える人がいます。こうした震えの原因は何でしょうか。またパーキンソン病では眼薬丸め運動と呼ばれる特徴的な震えが出現することでも有名です。震えと一口に言ってもたくさんの種類があって、中には痙攣していることを震えと訴える患者さんもいます。震えにはどんなものがあるのでしょうか。生理的な震えと病的な震えにはどのような違いがあるのでしょうか。それではスタジオを出て解説します。まず最初に震えの中身について解説します。震えと呼ばれるものの多くは自分の意思によれない異常運動に由来したもので、これを不自由運動と言います。不自由運動には心線や武闘運動、痙攣、ミオクローヌス、バリズム、ジストニアなどがあります。今回の講義ではこのうち最も頻度が高い不随意運動である心線について解説していきます。心線とはどんなものでしょうか。心線は最も多い不随意運動で、律動的な振動運動を言います。上肢や下肢だけでなく、眼瞼や顔、頸部などに認めることもあります。発生状況から心線を安静時、姿勢時、動作時と分類することができます。また原因は生理的心線とそれ以外の非生理的心線、原因不明の本体性心線に分類できます。プライマリケアを受診する心線は生理的心線、本体性心線、パーキンソン病の心線の順に多いという報告があります。それでは心線の分類名である安静時心線から解説します。これは重力に逆らわずにリラックスした状態の心線で、診察では膝の上に力を抜いておいた手に心線を認めることで判断することができます。安静時心線を認める病気にはパーキンソン病や薬剤性パーキンソン症候群、薬剤性などがあります。パーキンソン病は脳の運動を司る神経系統に異常が生じて運動機能に障害が現れる病気です。60歳代で発症することが多く、4大症状が知られており、心線は安静時の左右差を認める心線で、冒頭で紹介した眼薬丸め運動となることが特徴的です。次に姿勢時心線について解説します。これはコップを持ったり字を書く際に上肢を保持した時や運動時など重力に逆らった時に認める心線です。診察では上肢を前方に進展させ手指を開いた時に認めますが、膝の上に手を乗せると止まることで確認できます。姿勢時心線を認める病気には生理的心線と本体性心線があります。この2つは心線の分類名でなく病名です。では次に生理的心線について解説します。生理的心線は姿勢を保つための恒常的な筋肉の動きであるため、誰にでも起こる心線です。姿勢時や運動時の心線となります。熱が出る前兆の悪寒も生理的な心線に含まれます。生理的心線が増強する状況や病気、薬剤には表のようなものが知られており、不安や緊張の他にもアルコール離脱や甲状腺機能亢進症、カフェイン中毒などがあります。それでは次に本体性心線について解説します。これは心線以外に症状はなく、明らかな原因が不明の心線を言います。字を書くときや食事などの運動性、または姿勢性の心線で、図のように箸やペンなどを持つと手が震えることや、飲料を飲むときに手が震えるなどの症状を認めます。上肢以外にも下肢や首、声が震えることもあります。生理的心線よりも振幅が大きく早い心線となります。思春期から青年期と60歳以降に多い心線で、高齢者ではパーキンソン病と誤診されていることもあります。しばしば家族歴を認め、緊張で増強、アルコールで軽減します。軽症であれば経過観察で良いですが、生活に支障のある場合はベータ遮断薬などの薬物治療を考慮します。それではまた発症状況による心線の分類に戻って動作時心線について解説します。
これは体の一部を随意的に動かすときに認める診線であり、診察では指鼻試験で判断できます。目標に近づくにつれて心線の重症度が増強する場合を特に基礎心線といい、小脳梗塞や多発性硬化症、脊髄小脳変性症などの病気があります。また目標に近づいても心線の重症度が変化しない場合は指定時心線をきたす病気を考えます。今回のスライドのまとめです。心線は最も多い不随運動である。心線は発症状況によって分類できる。心線の原因は生理的心線とそれ以外に分類できる。プライマリケアでは生理的心線、本体性心線、パーキンソン病の心線の順に多い。本体性心線は若年者でも見られ、高齢者の本体性心線はパーキンソン病と間違われやすい。スライドの参考文献です。これで本日の講義はおしまいです。ご視聴どうもありがとうございました。